セダガシュ SHONNN ショナイエーイイエーイウー湘南ベルマーレなんとルルバンカップグループステージ突破決定ベルマーレウィークウェア、おおおベルマーレウィークウェア、おおベルマーレウィークウェア、おおベルマーレウィークウェア、湘南ベルマーレなんとグルーバンカップグループステージ見事突破しましたいやー最高ですいやー湘南ベルマーレおめでとういやーグループステージ突破したのって2018年、そう、湘南ベルマーレが優勝したあの時以来、そう、3年ぶりなんですよ、グルバンカップステージ突破。いやいやよくやった、湘南ベルマーレ。うん。まあ、ちょっと嬉しい気持ち抑えられないけど、まあ今回のね、湘南ベルマーレ柏レイソルの試合について触れていこうと思います。やばい、笑いが止まんない。いやー試合結果は、1対1、湘南ベルマーレと柏レイソル1対1のドローに終わりました。いやー、まあ先制点奪ったんですよね。まあちょっと終了前に1点取られちゃったんだけど、まあちょっと先に奪った先制点が効いたんですね、やっぱり。まあそんな感じの試合でした。まあ内訳話しますと、やっぱり今回見てて試合で思ったことは、やっぱりやっぱキーパーのトミーくんね、いやー、スーパーセーブ連発しますね。いや、かなり彼集中してましたね。なんかもう、いやらしく飛んでくる球が多かったんですよ、今回。カシャレソルサイドから。いやらしく飛んでくるシュートをね、すべてね、高い集中力保ってね、すべてミラクルセーブ防いでたんですよね、トミー選手。いやー、トミー選手はね、やっぱりもう、頼れる大キーパーどころか、もう、正ゴールキーパーのいいレベルのキーパーなんですよ、トミー選手。うん。いやー、だからね、もしね、万が一ね、タニックに何かあった時はね、ちょっとトミーくん出てもね、大丈夫なくらいね、かなり信用できるキーパーでございます、トミーくん。いやー、トミーくんナイスセーブ連発でした。やはり彼がいなかったら、やっぱ2、3失点くらいしてておかしくなかったので、特に後半戦。特に後半であの、カシャレーサルの猛攻が強くなっていった時に、もう、トミー選手ね、いや、スーパーセーブ連発がなかったらね、逆転待ちして、ルヴァンカップ敗退していたかもしれない。まさにそんな状態だったので、やっぱりね、今回のマンオブザマッチはね、キーパーのトミーくんだと思います。いやー。やっぱトミーくんね、燃えたんだと思いますね。先週行われた横浜 FC 戦、私見に行ったんですよ、日発見に行ったんですよ。その横浜 FC 戦で、ちょっと、今の守護神である谷くんがね、ちょっとやらかしちゃって、ちょっと、試合終わった後、谷くん大号泣していたっていうのが聞きまして。いやー、それ聞いたとき、なんか、辛いなと思ったんですよ。やっぱりね、うん、トミーくんは、まあやっぱり30超えてベテランになったので、いやー、そのね、谷くんのためにね、立ち上がったと思いますね、トミーくん。うん。やっぱりね、切磋琢磨してやってほしいですね、ゴールキーパー、守護神。うん。谷くんはね、やっぱりね、ちょっと、いや、スケールがでかいキーパーなんですけど、やっぱりまだまだ、いかんせんまだ若いんでね、二十歳なんでまだ、いろいろと経験不足とか出ちゃってる面があるんでね、その面で考えたら、やっぱり、トミー選手はね、安定感あると思いますね。
実際、富井選手が、初めて湘南ベルマーレ来た、2018年ぐらいですね。2018年の時より、やっぱりどんどん着実に成長してるので、彼も。まあ、やっぱり去年まではちょっと、J1 の試合に慣れてないなって感じで、ちょっと、数試合出た、正ゴールキーパーの試合で数試合出た後、まあ、タニックにちょっと、買っちゃったんですけど、まあ、それでもめげずに、彼は、富井選手はね、いやー、成長してますね。30超えてもな、成長できるってことを証明してますね、富井選手は。やっぱりね、富井選手の存在でかいですね、カップ戦メンバーで。富井選手いなかったら多分、このカップ戦突破できなかったって自信持って言えるぐらいですね。いやー、それだけ富井くんはね、活躍本当にでかい。今回のルヴァンカップグループステージの MVP の一人にあげてもいいんじゃないですかね、グループステージ。チーム内 MVP、ルヴァンカップグループステージの。トミーくんにやりたいですね。まず私は一票、トミーくんに入れたいと思います。いやー、まあ他にもね、試合で結構ね、いいやーって思った様子たくさんありましたね。池田選手がちょっと、梅ちゃんのナイスな突破からのクロス、あのクロスを、なんか変態じみた軌道と変態じみたタイミングで決めたボレー、あの先制点すごかったっすね。いや、あれ合わせるか、そしてあのコースに飛ばすかっていう感じの、まさに超絶変態ボレーですね。間違いなく今年の J リーグ、日本の J リーグ、もしくはルヴァンカップだけのくくりでもある、ベストゴールの一つか二つぐらいに、もうノミネートされるんじゃないかってぐらいのね。いやー、ナイスなゴールでしたね、あのボレー。いや、変態じみてました、あのボレーは。そのボレーがあったおかげで、見事、湘南ベルマーレ。いやー、ルヴァンカップ突破できたんだね。やっぱりカップ戦見てて思ったんですけど、こう、池田選手は、戦前、J リーグ始まる前の、リーグ戦始まる前の、チーム内状態とか、予想フォーメーションとか見てると、池田選手はまだ序列が低かったんでね。まあ、そっから考えるとね、いざ蓋開けて見てると、まあ、戦前の実話だと、池田選手はまだまだ無名扱いになってたんですけど、まあ、いざ蓋開けて見てるね。いざ蓋開けてみると、こう、池田選手ね、いろんなポジションを器用に守れて、さらに、アシスト決めまくる、そして今回至っては変態ボレーを決めるっていうね、とんでもなくいい選手ですよ、池田選手。いや、サッカー雑誌の皆さん、池田選手はね、めちゃくちゃいい選手ですよ。いや、ベルマーレファンも正直驚いてますね、池田選手の活躍に。いや、それだけね、今回のカップ戦メンバーの中で、一番サプライズを起こしてるのは池田選手だと思いますね。実際、リーグ戦でもアシスト決めてますし、いや、結構、どんどん、信頼が、敏感とか信頼得られてるので、いや、今後なんかこの調子キープしたら、リーグ戦の、先発から出るんじゃないかなってぐらいの活躍をしてますね。目まぐるしい活躍してますね。いやー、池田選手。いやー、彼のボレーね。いやー、カシアレースの沈めるボレーでしたね、まさに。いやー、最高だった。そしてね、やっぱり、梅ちゃん。やっぱり、梅ちゃんっすよ、梅ちゃん。アシスト決めてますね。なんか、ここ2年ぐらい、ちょっと梅ちゃん消えてるなってイメージあったんですけど。いやー、やっぱり、うまいっすね、梅ちゃん。突破もうまいし、ドリブルもうまいし、なんかさ、パスの精度もあって、やっぱり梅ちゃんはね、浦和レッズでサメ張ってただけね。やっぱ、サッカー上手いっすね、梅ちゃん。いやー、能力高い選手でしょ。まだまだ、梅ちゃん限界論とかって支えてる人がいたんですけど、いや、そんなこと全くなかったっすね。全くないっすよ、むしろ。それを感じたら、むしろ失礼っていうぐらいのね、大活躍っすね、梅ちゃん。いやー、やっぱり、衰えてないっすよ、梅ちゃん。やっぱりね、ルヴァン V 選手なだけあってね、梅ちゃんはちょっと本当に頼れる存在になってます。まあ他にね、まあいろいろとあの試合で結構ポジション高かったんですよ。こう、まあ他にちょっとちょびちょび上げていくとしたら、まずはちょっと山本修斗選手がこうなんか。いやー、ちょっと、ここまで試合見てきた中で、いまいちフィットしてない状態はついてなかったんですけど、今回試合は結構頑張ってたと思いますね。そしてさらにもう一つ挙げとすれば、こう、オリベイラ選手。いやー、対人戦ついね。ルヴァンカップ戦の、ルヴァンカップのボランチ任されてるんですよ、彼は。いやー、オリベイラ選手ね。なんか、
カップ戦を重ねるごとにどん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 チームにフィットしてまして、いや、今回試合だったらもう対人戦の強さを発揮して、ちょっとピンチの目を潰しまくってましたね。いやー、オリベイラ先生もちょっとぜひ、リーグ戦でも見たい人ですね。うん。まあ、今回の試合見て思ったことをまとめますと、今年の湘南ベルマーレのカップ戦メンバーは、間違いなく層が厚いです。うん。間違いなく層が厚い。そしてさらに、リーグ戦で見たい選手がたくさんいますね。梅ちゃん、石田奈希くんは、まあ、やっぱり当然リーグ戦見たいとして、こう、やっぱり池田選手もね、リーグ戦でもな、ちょっと一番最初頭から出してみたいしね。いや、本来のポジションでもいいですし、ちょっと、カップ戦でいろいろと試したポジションでも、とにかく見てみたい先生、池田選手。そして、富井選手はちょっと谷くんの壁が高いかもしんないしろ。やっぱ谷くんがね、まだ若いんで、ちょっと乱調起こしたり、ちょっと怪我したりとかしたら、やっぱり彼の、ね、活躍間違いなく必須になるんでね。いやー、トミーくんもう見たいな、リーグ戦って思いましたね。やばい、笑いが止まんない。いやー、まあそんな感じでね、まあ今年湘南ベルマーレロマンカップ突破したからには優勝あるんじゃないかなって思えるような風刺になってきたね。どん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 もうカップ戦進むにつれてね、ちょっとカップ戦メンバーが成長してるんでね、あるんじゃないかなって思ってます。優勝。まあ、結果はグループリーグ2位になりましたね。うん。ちょっと同時刻に行われていた浦和レッズ対横浜 FC 戦は2対0で浦和レッズが勝ちまして、で、私たち湘南ベルマールと柏レスル戦はちょっと終了までに追いつかれちゃって、1対1引き分けになっちゃったことによって、2位に落ちたんですけど、まあ、それの突破なんだね。2位でも嬉しいっすよ。いやー、そしてね、あと、このグループステージ、1勝5分け突破。これはすごいよ。無敗でグループステージ突破したら、本当に大きな収穫になりますし、自信になると思いますね。とは言ってもね、この1勝5分け面白いことに、得た1勝が、ちょっと、六谷選手がちょっと、ゴール前からちょっと蹴り出そうとした際にちょっと足滑らして、それ詰めてた根本選手が決めたゴールが決勝点という1勝足す5引き分けだったので、いやー、なんか本当にすごい運持ってるなって感じしますね。引き分け力、守備が硬いっていうのを左右ことながら、今年のルヴァンカップなんか運がいいなっていうか、突き持ってるなって感じしますね。あれ、これって3年前で再現あるかなって思っちゃいます。で、さらに、湘南ベルマーレにとって朗報はまだあります。運がいい、ラッキーなことはまだまだあります。なんとですね、この、グループステージ突破したことによって対戦相手が決まったわけなんですよ。まあ、例年通りあれば、グループ C で入っていたチームは、グループ B と対戦することになってるので、グループ C2 位通過となった湘南ベルマーレは、グループ B1 位通過の、FC 東京と対戦することになりました。その FC 東京との対戦のカードを見ますと、ちょっと FC 東京さんサイドが、日程、ちょっとスタジアム確保できない、使えないってなってたらしくて、なんとですね、こう、ファーストレグ、FC 東京のホーム、てか実質小松競技場って、FC 東京ではなく同じ東京都にある、スタジアムで行われるらしいですね。で、セカンドレグに、ちょっと我々湘南ベルマーレ、ラモンガススタジアムで行うことになりまして、なんとですね、湘南ベルマーレ、2位通過にもかかわらず、1位通過同様の恩恵を、FC 東京さんがくれたんですよ。いや、本当にマジ、ありがとうございます、FC 東京さん。いや、本当助かります。いいんですか、こんなご厚意いただいて、ちょっと本当にありがとうございます。いやー、こんなご厚意いただいちゃっていいのかな。いやー、なんつかね、これラッキーなのかな。いや、これ FC 東京さんサイドからご好意なんで、ラッキーとかじゃないですね。いやー、しかも、もし1位通過してたとしたら、ウィッセル神戸と対戦になってまして、湘南ベルマーレはウィッセル神戸と相性はいいんですけど、兵庫まで移動するって言って、ハードステージになってた可能性あるんでね、やっぱり首都圏内、隣の県で行われる移動距離がかなり少ない状態で行われるっていうのは結構、リーグ戦でも好影響を与えるんじゃないかなって私は思いました。うん。いや、やっぱりなんか、流れ持ってますね、今年のルヴァンカップと湘南ベルマーレ。ひょっとしたら3年越しのルヴァンカップ優勝、あるんじゃないかなって思いましたね。
実力はまあちょっとそれは置いといてと話として、やっぱりここまで見ると湘南ベルマーレなんかルヴァンカップの時めちゃくちゃ運がいいんですよ。めちゃくちゃ月を持ってるんですよ。だからひょっとしたらこの月を信じて、この月が作用して、なんかこうプレーオフで FC 東京さんだけでなく、この決勝トーナメントを勝ち上がって決勝戦で勝って、ひょっとしたら3年ぶりの奇跡が見れるんじゃないかなと思います。いやー、そんだけね、今年のルヴァンカップね、湘南ベルマーレかなり期待持てるんですよね。なんかワクワクしてきましたね。ワクワク止まんねえわ。ワクワク止まんねえよ、マジ。いやー、まあ、でね、まあ、そういうわけでね、まあ、以上ね、湘南ベルマーレがグループステージ見事突破したことによって、いや、めちゃくちゃウキウキ気分のジャッキー感謝、ジャキ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 。よし、湘南ベルマーレルヴァンカッププレーオフステージ FC 東京撃破して3年ぶりのルヴァンカップ優勝をつかみ取るぞ。いざ星屑